メディアを再生する40倍高速度撮影リスアカネはアカネ族のトンボの一種。国内では北海道、本州、四国、九州に分布する。和名のリスはスイスのトンボ学者フリードリヒリの名前に由来するものでネズミメリス科のリスとは全く関係がない。北海道産は別亜種のヒメリスアカネとされてきたが DNA 解析の結果 本州以南の個体と明瞭な差はないことが分かっている。成虫は体長31から46ミリメートル、腹長20から30ミリメートル、甲子長26から34ミリメートル、羽の先端にある褐色の反門が目立つ中型の赤トンボ。死友とも顔面に眉藩はない。幼虫は典型的な赤トンボ型のヤゴで、 体長は17から20ミリメートル程度。夏アカネ・のしめトンボに類似する。腹部第8節の側棘の長さは、第9節の末端を超える。成虫は6月下旬頃から羽化が始まり、遅いところでは11月下旬頃まで見られる。アカネ族の中で最も薄暗い環境を好む種。平地から。 丘陵地にかけての周囲を樹林に囲まれたような閉鎖的な地層でよく見られ、水田やプールなどの明るく開放的な環境では見られないことが多い。秋アカネなどとは違い遠くまで移動することはなく、うか後もうか水域の近くに泊まり、体が成熟するまで、そこで接触活動を行う。未熟なうちは雌雄とも気化色の退色をしており、成熟したオスは、 腹部がやや朱色を帯びた赤色に、胸部は濃い褐色になる。メスは成熟しても体色が全体に濃くなる程度であるが、寒冷地では腹部背面の石化する個体が現れることがある。このメスの石化は、秋アカネなど他の赤トンボにも共通して見られる傾向である。死ゆとも成熟が進むと羽の先端だけでなく、羽全体がやや褐色を帯びてくるようになる。 顔面は濃い黄色になる。成熟したオスは、水域近くに縄張りを持つようになる。本種の縄張りの範囲は狭く、しかも強い潜入行動を示すため、体格で勝る。他の大型のトンボが侵入してきた場合でも本種が、優位に立つことが多い。産卵は、空中から卵を振り落とす、濁空産卵で、水のない市販の土や枯れ草の上で死牛が連結して、 行うことが多いが、途中で連結を解いて、メスの単独産卵に移行することもある。この場合は、オスが上空でホバリングをしながら、または付近に静止して、メスの産卵を警護をすることもあるが、長時間は持続しない。水のある場所には産卵しない。成熟した本種は人間に対する警戒心が比較的強いとされる。 秋に産み落とされた卵はそのまま越冬し、翌春産卵場所が増水して水面が上昇し、水没した環境下で孵化し幼虫となる。胸部比較左上のしめとんぼ、右上このしめとんぼ、左下リスアカネ、右下マユタテアカネバネの先端に、褐色の反紋を持つよく、似た種類に、のしめとんぼ、このしめとんぼがある。本種は、 のしめとんぼよりも一回り小型であり、このしめとんぼとほぼ同大化本種が若干小さい程度である。オスは成熟すると腹部のみ主席に変化するが、のしめとんぼ、このしめとんぼとは色合いや石化する範囲が異なるので区別は容易また、腹部の黒縁があまり発達せず背面まで回り込まないこと、第七節第九節の下部にある黒縁が、 つながっているように見えるのも、本種の特徴で、未熟期でも区別がつく。腹部全体が細く、直線的なシルエットは、やや華奢な印象を与える。メスでは、本種の顔には、眉藩がなく、のしめとんぼ、このしめとんぼには、眉藩があることで、見分けがつく。羽の先端の褐色藩は、のしめとんぼ、このしめとんぼと比べると薄く。 褐色部分の面積も狭いものが多い。中でも、北海道の個体は、この褐色般に耐火傾向が見られ、中にはほとんど消失している個体もある。また、これら3種は、胸部側面の半門の形状がそれぞれ異なることで、見分けることができる。本種の特徴は、胸部側面の3本の黒状のうち、中央の1本が、 両端の2本より少し短く上端がまでわずかに達しないことである。しかし、稀に2本目の黒状がのしめとんぼのように上端まで達していたり、このしめとんぼのように途中で後方に折れ曲がり、3本目に合流するような変異が見られることもある。体格や体色はそれぞれ異なるものの、国内の種ではのしめとんぼ、何はとんぼと禁煙である。特に、 何はトンボと本種は同じような環境を好み、同所的に見られることも多いため、一種間連結、一種間交尾、産卵が観察されることがある。なお、姿形が非常によく似ているこのシメトンボとは産卵の方式も異なっており、同族内であっても、系統的にはそれほど禁煙な種類ではない。ありがとうございます。